ね、ここでちょっとね、思考を変えてというか、思考は変わんないけど、なんて言えばいいんでしょう、うん、ちょっとまあ楽曲論みたいなところに行きまして、はあ、はあ、うん、まあお互いお気にビートルズお気に入りの一曲、そしてお気に入りのアルバム一枚あげていこうということで、これはジョロンチョだぞ。ジョロンチョでしょ、なかなかに、ね、これもね、ほとんど素晴らしいので難しいけど、うん、でもあえてこれはもうやらなきゃ、まあこれはやっぱりね、ビートルズファンはやっぱりね、これもやるよ、ね、やりたくなっちゃうやつ ね、そうだよね、うん、じゃあですね、吉田君お願いします、はい、いやー俺は、うん、まあまあこれまあ変わるっちゃ変わるんだけど、でもやっぱり、うん、こう好きだなって曲は、うん、やっぱね、A Day in the Life ですね。 A Day in the Life 出ました。そうですよ、対策だよね。いや対策なんですよ。そこ来ましたか。はい。あれはね、えらいもんだけど、まあ、うん、どういう、まあ今どういう心境でそういう、まあ、結論に。なんかね、うん、やっぱ俺でも割と好きな曲って、うん、まあジョンの曲も多いんだけど、でも、うん、やっぱ2人でね、ああ共作でね、ちゃんとね、共作って言われてる曲がやっぱ多くて、うん、でもやっぱりやっぱアディンザライフの何あの、うん、なんていうの、あの優しいジョンのあの歌から入る感じ、ね、こうなんかこうちょっとこう響く感じでこう、そうそうそう、ささやくような、なんだろうあれ、ああ、ねえ、でしょ、ねね、うん、あれがね、やっぱり。で、まあ、その曲のことを言うと、うん、まあなんかよく言ってる、そのやっぱその、あの、オーケストラのさ、あの、本当、ああ、そうだね。そう。なんていうの、あそこの、あれは何、あのまあね、曲中もあと曲の最後もブワーってもな、まあ一応40人編成だけど、それを4回重ねて160人にした、ね、そうそうそう、なんだろうな、あれは、まあ、あのアイディアもすごいけど、まあ迫力もね、またそうでさ、やっぱポールが入ってきてもさ、なんか全然ねえ、ベルの音とか鳴っちゃうけどさ、なんかもうなんか、うん、同じ曲なんだよね。あ、もうそれがやっぱすげえなと思って。そうか。俺はね、確かに、あれはまあ、もうオリジナリティの極みというかね。うんうん。うん、まずは他の人を思いつかないでしょっていう。思いつかないと思う、あれは。うん、確かに。でも最後ピアノでジャーンだもん、だよもう、あの3台のピアノを4人で同時に弾いて、それを3回オーバーダビングって、うん、だからあれ確か E メジャーかな、あのちょっと、うん、なんかね、例えばだから、例えばちょっとここに歌唱音あるけど、で終わるけど、まあこれだともうあまりにもしょぼくて聞いてらんないけど、すごいよね、今改めて思ったね、これじゃーん、うん、だからまあもちろんね、ただピアノでじゃーんってやるだけじゃ、あしょぼいなという判断で、そこで、うん、まあさっき言ったね、ようにやった、ね、で結果ああいう風になったと、はー、全てがすごいね、あれは、うん、でそう、でも、なんていうの、うん、ジョンとポールだけど、うん、まあでもなんかやっぱ
その歌ってるそのなんていうの割合はやっぱジョンじゃない。まあまあまあそうだね。まあジョン主導みたいなところ、ね。そう、ジョン主導みたいな。うん、でもそんな中でもやっぱポールがちゃんと色を出しつつ。出してるよね。うん。うん、いいっすね。そう、ポールのパートもね、結構いいんだよね。やっぱね。うん、いい。めっちゃいい。うん、ね。ワークアップって。ね、目覚ましのね、ベルが鳴って。うん、ワークアップ。うん、あれもポール節だよね、あれね。うん。うん、で、またさ、この、なんだろう、このレコーディングに至るまでの経緯がすごいじゃない。今日新聞で読んだよ、オーボーイっていうことでしょ、最初。うん、その今日というのが、1月17日付の新聞なんだけど、その2日後のレコーディングだからね。うん、マジで？マジっすよ。曲が2日後にできたんじゃなくて、もうあの、曲はもうすでに完成していて、その、うん、もうこの曲のためにスタジオは抑えられていたと。うん。うん、すごい。そう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 。1月19日、だレコーディングが19日、20日、2月3日、10日、22日、4月21日。うん、うん、うん。ほう。あ、やっぱ凝ってるね。だから、もう初期衝動で、もういきなりバッて作ったんだよね。はあ。でもいろいろ手を加えていってっていうことでもう、やっぱ傑作にふさわしい。いや、ほんとに。うん、素晴らしい。そう、なんかさ、うん、まあビートルズのその曲って多分こうね、うん、もうほんとさっき言った前田君の初期衝動だけで作った曲もあれば、あるだろうね、もうたくさんある、ね、作り込んで、うん、でもそれが良かったんだっていう、うん、なんかすごいよね。そう、大体正解なんだよね、これがまたね。うん、そう、そう、それですよ。大体正解っていうビートルズすごすぎる。うん、間違いがないっていうのがね、そう。びっくりする。それはもう、本当に。うん、ねえ。そう。だから、これは。だってさ、ラブミードゥだってさ、あの、ハーモニカ、うん、ハープがなかったら多分、絶対違うもんな。違うもんね。そう。だからもう、楽器のチョイスも、本当に、間違いがない。いや、そう、間違いがない。そう、なんかちょっとね、あの永井秀和が出てきそうだよ。あいつもやっぱビートルズに影響受けてますよ、多分。なんで間違いないって。間違いない。まあまあまあね、もういや、でもことによったらこれはめちゃくちゃ受けてるかもしれないしね。聞いてほしいな、長井秀和。もう何やってんだよ、長井秀和。本当だよ。いや、まさか、ちょっと待って、今、今夜長井秀和出てくるとは思わなかったな。いや、すごいな。ねえ、もう、いや、でも本当ね、間違いがないんだよね、ビートルズは。うん。うん、あれ、ちなみに？うん。うん。あ、そうだよね。だから俺も今サージェントペッパー 見てますけど、うん、リプライが来てからの、うん、アデインザライフですよね。もうここもねすげえと思って、そう、こう、あ、終わったなと、いわゆるショーの形を取ってるからね、あのアルバムはね。そう、まあサージェントペッパーのなんだね、まあ楽団がそうね。ショーをやってるって、そのショーが終わりましたって。はい。で、わーって、わーって終わったらいきなり、じゃん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 って始まるからね。いや、もうすごいよね。だからそのね、なんかこう曲の順番とかもちゃんとね、計算されてるというかね。すごい。そう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 。なるほど。やっぱね、あ、でも俺あれです、うん、はいよ、アデインザライフは、うん、なんだろうな、やっぱね、その初めて買った青版にも
あれ青盤に入ってたよね、確かね。青盤入ってたかな、どうだったかな、入ってなかったかな、確か入ってた気がするな。マジか。うん、わかんないけど、うん、入ってない、入ってるよ多分。入ってるか。え、青盤の情報ないっすか。ちょっと待って、青盤ね、あのあるっちゃある、あのちょっと今取ってくる。うん、あ、青盤ちょっと待ってね、今調べます。ないか、ないな、やっぱそっか、ないのか。うん、ない。はあ、じゃあそっか、やっぱサージェントペッパーで、うん、打ちひしがれたんだな、やっぱ多分。いやもう、あのアルバムで、A Day in the Life が、なんだろう、締めるというか、ね、なんて言えばいいんだ、締めるというか、あの曲によって、サージェント・ペパーズがもう、ものすごい底上げされてるというか。いや、ほんとそうだよね。ね、思いっきり上がってるよね、あれで。俺がさ、初めてサージェント・ペパーズを聞いて、A Day in the Life、が終わった時に、何これってなっちゃったね。やっぱ、最初のビートルズ体験ということで。アデイン・ザ・ライフはちょっと強すぎたね、俺には。当時の俺には強すぎた、ちょっと。まあ、そんなところで、うん、俺の中ではやっぱり、ね、アデインザライフですか。やっぱ、うん、話しててもやっぱ好きだなって思いますね、うん、本当。